ドイツ取引所はフランクフルト証券取引所の運営を及び関連する金融サービスの提供を行う企業。登記上の本店をフランクフルトアムマインに実質的な本社機能をエッシュボルンに置く。企業としての正式名称はドイチェボアスエジーであるが通称としてドイチェボアスグループ、グルッペドイチェボアスの故障を用いている。フランクフルト証券取引所上場企業。 ドイツ国内には、フランクフルトアムマイン、ハンブルク、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ハノーファー、シュトッドガルト、ベルリンの各都市に合計8つの証券取引所があり、運営は各証券取引所により独立して行われてきた。このうち最大の規模を持つフランクフルト証券取引所の運営は、長くフランファーターワートペーピアボースエジーによって行われてきたが、 1992年12月、同社はドイチェ・ボアス・エジーへと社名を変更した。社名変更後もフランクフルト以外の証券取引所の運営とは関係がない。2001年、自ら株式を上場し、2002年にドイツ株価指数の構成名柄となった。2010年に本社をフランクフルト・アム・マインからエッシュボルンの高層ビルドイチェ・ボアス・キューブに移転した。 ドイツ取引所は1990年代以降、企業買収や子会社の設立により、金融サービス企業としての強化を行っている。1997年にクセトラの稼働を開始。1998年にユーレックスを設立。2002年にルクセンブルクを本拠とするクリアストリームの買収を完了。2015年にストックスを完全子会社化した。 2000年代以降、ロンドン証券取引所や NYSEU ロネクストとの経営統合が検討されてきたが、実現していない。2016年にロンドン証券取引所グループとの経営統合交渉が報道されたが、2017年、欧州連合が承認せず阻止された。2020年11月、アメリカの議決権行使助言会社である。 インスティチューショナルシェアホルダーサービスシーズの株式の80%を買収することを発表した。ありがとうございます。